感想やコメントお待ちしてます。最近プログラミングの広告よく見るな。プログラマーって自分の好きなゲームとかサービスとかをどんどん作れるんだよね。憧れるな。でもプログラミングって難しそう。自分は文系だし、数学とか苦手だし、英語だって無理だし、ああそもそも向いてないよな。そんなこと心配することないよ。あ、誰いきなり。はじめまして、小田切ジョーです。もしもし、警察ですか？不審者です。青ひげという特徴だけで小田切ジョーを名乗るヤバい人が目の前にいます。間違えました、ジョニーで帰ってください。冗談だよ、私は通りすがりのプログラマー。名前はファンクション加藤。ファンク先生って呼んでね。ファンキー加藤でもいいよ。正規表現をコピペなしで書けちゃう天才プログラマーさ。何言ってんのか全然わかんないけど、なんだかすごそう。ファンク先生、僕なんかにプログラミングできるんですか？僕文系だし、数学だって苦手だし、英語だってできないし。真面目に答えるよ。君は今まで何かを作ったことはあるかい？作る？作るって言えば、小学校の頃夏休みの宿題で工作した程度かな。簡単な本棚を作ったけど、あれ楽しかったな。ノコギリで木を切って、トンカチで釘を打って、その本棚今でもばあちゃんが使ってくれてるんです。はい、君プログラマー向きです。え、今の話にプログラマーにとって大切なものが全て揃っていたのに気づかないかい？君は作る過程が楽しいと感じたんだよね。プログラマーにとってそれが一番大事。プログラムってものづくりそのものだからね。はっ。さらに君が作ったものを使ってくれる人がいる。これが重要なんだ。作ったものを使ってもらう。ユーザーからフィードバックをもらってさらに良くする。これってプログラマーの仕事そのものなんだよ。違うのはプログラマーはトンカチではなくてパソコンで生み出すってこと。つまり作ることが好きでパソコンさえあれば誰でもプログラマーになれるってわけなんだ。めちゃくちゃいいこと言いましたね。なんだか目が覚めました。おはよう。おはようございます。でもファンク先生、プログラムを始めようにも僕の PC、 ずいぶん前に家電量販店で買ったような安物ですよ。こんなので勉強できるんですか？本当だ、フルダッサ。おい。全然大丈夫。そりゃグラフィックバリバリのゲームを作ろうと思ったらしんどいかもしれないけど、プログラムの初歩の初歩を学ぶならどんなヘナチョコマシンでも問題ないんだよ。え、そうなんですか？ってことは誰でも今すぐプログラムを学べるわけですね。がぜんやる気になってきました。よし、その意気だ。よし、じゃあここで何を作るか決めよう。例えば君、最近何か困ったことや不便に思ったことはないかい？その中にプログラミングで解決できることがあるかもだよ。そういえばこの前友達と割り勘をやろうとしたんですけど、電卓が手元になくて困ったことがありました。すごい、君にも友達がいるんだね。涙。めっちゃ失礼じゃね。うんうん、割り勘問題大切だよね。だったらそれプログラムで解決してみよう。そうだな、10分もあれば完成しちゃうよ。え、割り勘のプログラムって10分で完成しちゃうんですか？そうだよ、基本部分はね。すごくないかい？希望の歌だよね。割り勘が一瞬でできるプログラムを作れたら、君はもうプログラマーの第一歩を踏み出したと言ってもいい。ヒーローだね。さっきから涙、大切、希望の歌、ヒーローとちょいちょいファンキーモンキーベイビーズの曲名をぶっ込んでくるのやめてもらっていいですか？そんなことはどうだっていいさ。どう？一緒にやるの？やらないの？もちろんやります。オッケー、じゃあ一緒に悲しみなんて笑い飛ばせ。ファンキー加藤。この動画は制作著作 LINE デベロッパーズコミュニティ、演出&ボイス提供ボイスアップラボでお届けしました。次回も見てね。